世界の皆さんこんにちは。ライトウォーカー光ニウムです。ここは先ほどの八穂駅のところから一つ離れたところにある JR 南武線の矢川駅の近くにある試験財界遺跡の古墳のところにあるんですが、まあ、発掘された古墳ということで平成13年度に国立試験財界土地確整理事業に伴う試験財界遺跡の発掘調査が行われ10基の古墳が発掘されました。10基もの古墳が一度に発掘された例は都内にはなく国立市のみならずこの地域の古墳時代の歴史を解明する上で大変貴重な発見となりました。これらの古墳はこれまでの発掘から青柳古墳群の一部であることが分かりました。今から約1400年前の古墳時代後期に作られたものです。古墳は墳丘と呼ばれる塚状の盛り土を持つ円墳ですが、開墾等により墳丘は削られていました。古墳の墳丘の周囲には周溝と呼ばれる溝が掘られ、中央には埋葬施設という石室があります。石室は多摩川の河原式石を積み上げて作られた河原式石、小穴式石室と呼ばれるものです。また古墳の石室からは直刀や鉄則の等の武器や玉類の装飾品が副葬品として多数出土しました。これらの出土遺物は一括して市指定の文化財となっており、国立郷土文化館に収蔵されています。古墳の被葬者は作られた時代と古墳の内容等からこの地域の集落のオサクラスの権力者と考えられていますと書いてますね。で、1号墳の地区保存ということで、1号墳の石室は 南側を入り口とする河原石横穴式石室で、被葬者を安置する原室と入り口からつながる扇動が作られています。原室と扇動の境目部分は原門と呼ばれその床部には境目を作る区切る石が置かれていますが、この区にありませんでした。1号墳の原室と扇動の壁は上から見ると古城を呈する銅張り型と呼ばれる形態を持ちます。この形態は石室の瓦石を狭めながら積み上げ天井を作る際石室の広さを保つためと考えられています。石室は本来推定不均図のように何段もの大きな瓦石を積み重ねられ天井を覆うように作られてきたと考えられます。残念ながらこの1号墳は残りの良い部分でも壁石が3、4段でその上から天井にかけては下がれています。ここでは残りの良い右側引き合わせ一部不足再現しています。水溝部分については舗装表示、その内側の墳丘部分は芝の表示とし一部石室の高さまでの盛り土を再現しています。ということで1号墳の石室とあと前景があってという感じで、あとここら辺り一帯の古墳の写真と、まあ再現した写真とかがありますね。ということで、これが古墳の写真、古墳なんですけれど、まあ一応申し訳程度に墳丘が再現されていて、あと中でも特徴的なのが、こうやって古墳の石室が誰にでも入れるか誰でも入れる形であるということですよね。これはまた結構すごいことだと思いますよ。以前東京都八王子市の船田古墳の様子を動画で撮ってそれを投稿したことがありますが、その船田古墳はまあ完全に墳丘とかが削られていて、周りのコンクリの表示とかでここに古墳がありましたよということが分かるっていう、そういう感じのものになっていました。でしかも周りがあれですよ、団地なので団地の真ん中に古墳があるという、かなり面白いというかそういうところになってましたね。信仰記念碑とあって指月、手のひらは水辺の縁、住環境、地域の文化と英知を優しく包み
指を丸めれば和を重んじ皆で語り、超あることを理解しや指先は同票としてこの地域が未来に向かって平和で繁栄することを記念し、この日を建立すると書いてますね。で、桜ですね。ここの桜ほぼ満開でしょうか。まあ一応これでここの古墳の様子は全部動画に収めたわけですが、この付近にもう一つ青焼古墳というのがあるので、そこまで行って青柳古墳と1号墳の様子を録画してちょっと動画にしたいと思います。で、向こうの方にゴルフ練習場があるんですが、ゴルフ練習場の向こう、さらに向こう側に青焼古墳があるんですよ。風はなんか結構強く吹いてますよ。まあ飛ばされるほどの強さの壁手ではないのはまだましという感じがしますが、ここら辺は国立市にあるんですね。ゴルフ練習場の網があります。昔はここら辺り一帯に古墳があって、まあ、宅地開発に伴って古墳も潰されたっていうことで、あそこの古墳だけは残されたっていう、そういう感じになるわけですが、もう一箇所今から向かっている青柳古墳の1号墳も残されたわけでしょう。まあ今日は一日盛りだくさんですかね、動画の。武蔵野の道とかありますね。これまさ昭島コースと書いてますが、さてここら辺りに青柳大地区地獄古墳があるはずだと思うんですけれど、どうなんでしょうか。神社がありますね。この神社は何神社でしょうか。赤い鳥居があるので稲荷神社でしょうかね。
雷神社ですね。青柳稲荷神社があります。青柳と石田は明治22年の八穂村との合村まではそれぞれ村として属していた。現在は大和田として地名を残しています。青柳はその昔町の府中市本宿の多摩川南岸の青島島にありました。寛文11年多摩川の大洪水によりバイルトは流出、現在地に移住し青柳村を開拓しました。北村は青柳と畑を同じくして今日の東北から移住したものです。青柳稲荷神社は青柳下の神事であり、事件半かけて2件の分野で2月大祭等の例祭を語っていますと書いています。青柳古墳が多分この辺りのはずなんですが、ちょっと場所的に分かりづらいかもしれないので一度動画を止めて Google マップで探してみようかと思います。じゃあまたお会いしましょう。石田青柳稲荷神社から光見えるのが多く